と D1 フィジー、スペイン、ロシアと戦うんで、やっぱすごくいいプールにも入りましたし、すごい楽しみな部分と、やっぱチャレンジしたいなと思ってます。やっぱ世界で戦えるっていうスタートラインに立てたっていうことと、まあ、やっぱシンガポールは、としてはやっぱチャレンジしていきたいなと、やっぱベスト8狙えるチャンスもあるので、しっかり日本らしいプレーをしてチャレンジしていきたいなと思ってます。